須藤信彦は、日本の政治家、国際政治学者。衆議院議員、東海大学教授を歴任。NGO インターバンド創設者。専門は、国際政治経済学、危機管理、予防外交、テロリズム研究。息子の須藤天心は、立憲民主党所属の神奈川県議会議員。1945年、関東州大連市に生まれる。 東京都立富山高等学校、慶応義塾大学経済学部経済学科卒業。大学では、政府税制調査会で有名な加藤博士のゼミに、所属。1969年、伊藤中商寺に入社し、アルジェリアで石油化学プラントの建設に携わった。退職後に、大学院へ入学し、1979年、 慶応義塾大学大学院経済学研究科を修了し、経済学修士号を取得した。大学院修了後、貿易研修センター助教授を経て、1983年、東海大学政治経済学部助教授。1992年、東海大学政治経済学部教授。後、東海大学平和戦略国際研究所教授となる。 米国サンダーバード国際経営大学院、フランス欧州経営大学院、米国メリーランド、大学国際安全保障研究センター、米国ジョンズ・ホップキンズ大学ポール・エイチ・ニッツェ、高等国際関係大学院にて、在外研究。その間、CNN ・デイウォッチ・キャスター、経済企画庁国民生活審議会議員などを、務める。1992年、 世界各地の紛争地域の平和構築、民主化の動きを支援する NGO インターバンドを設立した。1996年、第41回衆議院議員総選挙に、旧民主党公認で神奈川7区から出馬したが、自由民主党の鈴木夫らに敗れ、落選した。2000年、第42回衆議院議員総選挙に再度神奈川7区から出馬し、 得票数では辞典に終わるも、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し初当選。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、小選挙区で鈴木常夫を破り、再選。しかし、2005年の第44回衆議院議員総選挙では、小選挙区で鈴木に敗れ、比例復活もならず落選した。2009年の 第45回衆議院議員総選挙では引退する鈴木常夫に代わって出馬した自民党の鈴木啓介を破り4年ぶりに帰り咲いた2011年海賊公への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長に就任2012年の第46回衆議院議員総選挙では 前回下した鈴木圭介に敗れ、比例復活もならず落選。2013年11月、昨年末の衆院選で敗北し野党となった後、民主党は自公政権の補完勢力となっており癒着している。右傾化する与党への協力が顕著で、決闘時の精神と歴史的意義を喪失したとして、民主党に離党届を提出。 神奈川県連幹事長の滝田隆則は、公認を求めていながら、公認が難しくなると前言を翻して、離党するなど、自らの言動を顧みない行動は、大変違和感を持つと須藤を批判。同年12月、須藤は、民主党神奈川県連に離党を認められたが、現行不一致について、猛烈に反省すべきとの意見を伏せられた。2019年秋に、 鳩山幸夫元首相と協調出版。10月25日には鳩山が新たな政治団体、共和党の結成を目指す考えを表明し、須藤は、新党の物差しに就任する見通しであることが、報じられた。環太平洋戦略的経済、連携協定批判中等問題イーラク日本人、外交官。 射殺事件北朝鮮問題大韓民国日本政府への賠償請求支援活動をリスクマネジメント危機管理、町の創設災害援助無防備都市宣言2009年10月、江畑健介の死去に際し、日本には本当の意味で軍事専門家などはいない、また出てこないだろう。その中で、一応、 疑似専門家としての役割を果たしたのが、江畑さんだった。全く紛争地や、実際の戦場に足を運ぶこともなく、兵器という切り口だけで戦争を論じる、日本にしか生まれない、得意な軍事評論家だったと評し、次第に自民党をべったりになってきて、数年前に会った時には、自民党のプロパガンダの集会やイベントにも政治家に寄り添って立つようになった。 軍人じゃあるまいし、評論家が川の防寒服などを着て、イベントに並んでいる姿を見て、悲しい思いをした。勝って電話で講演を依頼した時、ともかく生きていくためには、ひたすら原稿を書かなければならないみたいな理由で、断ってきたが、やはり文筆だけでは生活は苦しかったのかもしれないと、自身のブログに掲載した。これに対しては、ネット上で撤回、謝罪を求める。 多数の批判的コメントがなされ、ブログのコメント欄が炎上した。このブログ炎上に関して、須藤は、癒しめているのではなく、この世界の難しさを同情して、ブログを書きましたと真議を説明する一方で、この分野に関係ない人が、内容を曲解して書いている。イラク戦争の時も1日5000件来ましたが、同じような人が、同じようなキーワードで書いているのでしょうと意に返さない。 胸を述べた。また、軍事評論家の田岡俊二は、須藤の絵旗表に関して、専門家の立場から、理科的な絵旗と、社会科的な須藤のアプローチの違いを指摘し、絵旗を擁護する一方を、須藤の立場にも理解を示した。後に、須藤はブログにおいて、小生への出席をされた皆さんは、この分野で、研究活動する研究者の苦労は、 あまりご存じないと思います。最大の問題は、日本の一般大学や研究所で、軍事、戦士、兵器などの専門講座や、専任教員のポストを用意しているところは、ほとんどないことで、平和学や平和研究があるのに、なぜ戦争論や、紛争研究がないのかと我々も何度も、各大学などに呼びかけましたが、 なかなか現在でも進展していませんと追記し、江畑の死去に際して行った自身のコメントについて理解を求めた。ありがとうございます。